までのナックルヘッドっていうバイクで、46年式の FL ですね、はい、あれはもう10年ぐらいもう経ちますね。ちょうどまだ1ドル79円ぐらいの時にアメリカから持ってきたんで、はい、だから結構安く手に入れられたと思いますね。まあ、そこからいろいろオーバーホールしたりとか、まあ、カスタムをしてですね、もうすごいポンコツみたいな状態で来たんですけど、もう一切合切フルオーバーホールして、はい、そうですね、ナックルヘッドで、まあ、当時だから、まあ、それまでエボに乗ってたんですね、エボに乗ってたんですけども、すぐにやっぱりこう段階踏んでこうショベルだったりパン、アーリーショベル、パンヘッド、こうナックルっていう、まあ、一番でもこう、まあ、その OHV で古いハーレーなんですけど、うん、そうですね、まあ同じかなと思ってはい、ショベルもまあもう本当に旧車ですし、ちゃんとしっかりメンテナンスしてもらえば、もう普通に、通勤で使ってますしね、はい。でも、やっぱりパーツっていうのはオリジナルのパーツっていうのはなかなか見つからないですね。だから僕らみたいなチョッパーもう本当にもうすごいフルオリジナル の知り合いの方とかもいるんですけど、まあ、そういう人たちはすごいこだわってますよね。もう全然、eBay とか、まあ、ヤフオクとかでそういうものをこう探してくるんですけど、僕らみたいなああいうチョッパーって別になんて言うんでしょう、ね、そんな決まりがないというか、うん、そうですね、もう新しいものをもつけちゃったりとかもしますし、はいはい、もう全然フレームもオリジナルじゃないですし、オリジナルだと結構折れちゃったりとかする人もいますからね。はい、僕も最近経験したんですけど、シリンダーが爆発しちゃったりとか、あれもオリジナルの、もうすごいやっぱオリジナルなんで高価なんですけど、爆発しちゃったから、いや、 やっぱりもう乗るのはリプロじゃないとこう飛ばせないなとかやっぱ思いますね。まあ、信号待ちでもう本当にもうスタートダッシュバーンとして、まあだから60キロぐらいしか出してないんですけどね、はい、もうバーンと飛び出したらもういきなりもう爆発音がもうなんだか分かんないけど急にロックしてこうもうドリフトしちゃって後ろのダンプの人がもう本当ビビってましたね。もうね、でもダンプの人が気づいて突っ込んでこなくてよかったですね。いや、あの音はね、あれはもうすごかったんで、ちょっとなんかテロが起きテロ爆弾爆発したみたいな音がしたんで、みんな見てましたね。目黒通りだったんですけど、もうすごい騒然と、はい、恥ずかしかったですね、はい、それがまた面白いんですね、乗ってる感じがあるんで、はい。他の方のバイクってそんなに詳しくないので、自分のバイクしか分からないんで、だから一般的なそういう知識とかはもうあんまり
分からないですね、はい、だからもう僕はもう、まあ、いろんなバイク屋さんをこう経験してきて、まあ、カスタムするならここのバイク屋さん、エンジン関係を、もう完全にフルボーオーバーホールとか、オーバーホールとかそういうところはもうここのお店っていうのも決めているんで、はい、まあ、本当にそういう方たちのおかげで結構神経質なんで、ちょっとほんのちょっとこう不具合とかあったりしてもすぐ持ってきますし、はい、だからもうちょこ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 直すんですけど、長い目で見たらそっちの方がお金もかかんないというか、ちょこ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 こうオイル交換も本当1回ツーリングしたらもうオイル交換しちゃったりとかしますし、まあそうですね、通勤で使ってるんで調子良くないとちょっとねあれですからね。全部僕なんか多分ガソリンとかしか入れられないと思いますね、はい、一応全部その増し締めとかの道具とかはそういう細かなメンテナンスとかはまめにするようにしてるんですけど、なんかこうちょっと不具合があったらすぐ、はい、僕なんかスパイスさんとか近くなんで本当にちょっと合間にねバーンと持ってってこうなんかやってもらっちゃったりとか、はい、全然調子いいですよ、うん、はい、ちゃんとメンテナンスしたら、はい、一番最初にしっかりやって、うん、そうですね、はい、はい、もうなんか敷居が高いとかハーレーだとなんかこう排他的なカルチャーだとかそういうイメージがあったりするんですけど、もう全然そんなことないですし、もう今結構裾野も広いですし、うん、なんかそんな自分が金出して好きなものに乗って、はい、人に別に何も言われる筋合いもないですしね、はい、ただやっぱりいいショップと出会えるのがやっぱりすごい大事なことだと思いますね、はい、まあ、僕が出会ってきたショップは、まあ、本当にみんなどこも素晴らしくてセンスのあるところですけど、うん、ね、中にはなんか本当人で金額を変えたりとかそういうのをあんまりこうもう分からないですお願いしますっていう風にだとどんどんね、やっぱりちゃんとこうお願いする方とそのオーダーを受ける方っていうのはちゃんと対等であった方がいいと思うんですよね。お客さんだってその金出すんだからやってくれっていうんじゃなくて、ちゃんとリスペクトしてそのビルダーさんだったりとかそのねバイク屋さんにこう敬意を持ってこうちゃんとお願いするっていうのはもう鉄則ですよね、多分ね、うん、渋谷区のこちらも富ヶ谷の交差点の、まあ、裏渋っていう、まあ、地域の、ところではヘアサロンレイチェルっていう美容室をやってます今ね。もううち8年経ちますね、もうすぐで、はい、ずっと、まあ、何店舗かこう都内の店舗をこう転々として。で独立した感じですね、はい、ただ美容師は頭髪の毛いじるのがもちろん好きだったのと、まあ、ヘアスタイルとかももう完全にファッションの一部ですからね、帽子かぶってるのと一緒で、
ファッションの一部であって、まあ、これ本当につながるんですけど、バイクも実はファッションの一部として、まあ、あんなの別に 誰がどう思うが全然関係なくて、自分が好きな形で自分が乗った時にあのこういうシルエットが好きだなとか、はい、もう自己満ですからね。チョッパーなんてもう、はい、切ったりあれしたりして、切ったり貼ったりして、もう自由なんで、それで乗りづらかったりしても、はい、まあ、かっこよければいいかなっていう、まあ、そういうスタイルですね。はい、まあ、当時のものとそのリプロのものって、なんかパーツだったり、ライト、ヘッドライトとかそういうものって、まあ、このサビだったりね、そういうものってこうなんかエイジングと本物ってまたちょっと違うんで、やっぱところどころのものはちゃんと、はい、当時のものをつけたいと思いますし、まあ、エンジンの中とかそういうなんて言うんでしょう、そのもう分かんないですけど、調子いい方が絶対いいんで、はい、そういうものは多分リプロとかこう使ってもらってると思いますけどね。そうです、僕の場合はもう本当にラットな、まあ、そういうサビとか、サビもなんかこだわりがたい、 あんまり赤サビじゃなくてちゃんとしっかり経年変化されたそういう黒いサビとか、ね、まあ、まあ実はそういうこだわったりはするんですけどね。でもそういう結構美的自己満なんで、それは、はい、自己満です。はい、僕はあのそのカスタム、まあ、カスタムってもちろん、まあ、オーバーホールだったりカスタムってこう、まあ、1年以上は絶対かかるわけですよね。その中で自分の、どういうカスタムにしようかとか、自分のライフスタイルにどういうふうに溶け込めるバイクが来るかっていう、はい、僕はもう本当に通勤で使いたくて、あの、はい、そう今のバイク乗ってるんで、まあ、自分のその通勤って結構大事ですよね。僕はあの横浜から渋谷まで通勤するんで、ちょうどいいツーリングというかになるんで、それだけでリフレッシュしますし、はいはい、その中でこうちょっと自分の中の世界観を、はい、人にどう見られてるか、もちろんそのどう見られてるかっていうのも意識したりしますけど、まあ、自分が、はい、あ超気持ちいいですねっていうそういう感じが、はい、いいですよね。ピックアップトラックが2台あって、うん、まあ、トラック2台 あってもなって思ってたんですけどしかもどっちも古い、もうあの嫁とかも本当いい加減にこんなゴミみたいな車とかバイク、もう捨てろとか言われてましたからね普通の車買えと。あ、はい、だからナックレット僕2台持ってたんで、その1台とあとエルカミーノっていうアメ車、どっちもすごい思い入れがあったくね。でもたまたま、これもヤフオクに出したんですよね。たまたまこう買い取ってくれる方が見つかったんで、もう本当にありがたいですね。勤めてる時から独立した時もこうついてきてくれた、もう長年お世話になってるお客様がいたんですけど、僕よりだから2つぐらい年下なんですけど、はい、その人にちょっと、まあ、投資の先になってしまって、はい、そうなんですよね。7年ぐらいやってたんですよ僕も。ちゃんとそのリターンとかもあったんですよね。しっかりリターンとかもあったんですけど、
リターンあってもまた新しい案件を持ちかけられると、それをまた全部インにしちゃうわけですよね。でどん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 あの、まあ、信頼関係信用するんで、もうこれはもう銀行に預けておくよりこっち入れちゃった方がいいんじゃないかって、どん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 7年も経ってあれしますからね。はあ、そうなんですよね。なるほど。絶対的な信頼もありましたし、もう本当なんかそれギリギリまでも本当夜中とかネットフリックスの話とかで電話したり、すごく僕としては仲が良かった人だったんですけど、なんか結構ショックですね。なんかね、僕のだけじゃなくてうちの仲間たちもやってたんで、3人ぐらいやってたんで、ね、みんな僕がほらリターンここでお金をもらうんで、リターン見てるからもうすごい僕もやらせてくださいみたいになるじゃないですか。はい、はあ、だから本当そこを反省してます。あの仲間たちを巻き込んじゃって、はあ、だ 結局すごい何十人も被害者がいるみたいで、蓋を開けたらもう今全部でね、もうねどん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 被害者が増えてるみたいですね。10億ぐらい。はい、それ完全にプロなんですね。じゃあ、いやいや、プロじゃない。その人も、もうお金がなかったんだと思います。ずっともう、そっか、自転車操業だったんじゃないですかね、今思うと。なるほど。はい、いや絶対あの本当ぶん殴ってやりますけど、でもなんか何て言うんでしょう、まあ自業自得ですからね、それはね、それは、だからいつか本当、まあ、もしその人が生きてたら海外に飛んでるのかなんか分かんないですけど、あれですね、一回飲みたいですよね。なんであんなことしたんだよっつって。はい、なんだけど僕印象的だったのは、それでもバイク最初手放すって最初なんか言ってた気がするんですけど、はい、結局やっぱりその辺も車もバイクも、その一番大事にしてるあのナックルヘッドは今でも所有してるじゃないですか、はいはい、あのほら、あの爆発したハーレー、あれを売りましたかね、はい、だからナックルヘッド僕2台持ってたんで、その時代とあとエルカミーノっていうアメ車、どっちもすごい思い入れがあったくね。でもたまたま、これもヤフオクに出したんですよね。たまたまこう買い取ってくれる方が見つかったんで、もう本当にありがたいですね。それすぐこう、その仲間たちにね、それあれできたんで、それは。感謝してますね。でも本当に僕がいつもオーバーホール、フルオーバーホールを頼んでるバディさんっていう横浜にあるんですけどに、月曜日に納車されたんですよ。やっとオーバーホール上がってきたぜって、ね、こうやっともう本当は、半年ぐらい預けてましたかね、多分半年ぐらい預けてて、あの爆発してからやっと上がってきたってよしと思って、月曜日に納車で木曜日に詐欺が発覚したんですよ。いやもう本当にやばいやばい。はい、いやもうあの時はね、もうちょっとうつ病みたいになりましたね。一人でもう本当従業員帰らせて、ずーっとお店の壁をこうずーっとぼーっと見てたら、気がついたらもう2時とか3時とかになってて、夜のね運転しててもなんかこう、おお赤だみたいな、もうなんか結構あの絶望的な日々でしたけどね。今はもうちょっとまだまだ本当火の車ですけど、まあなんとか今生きてます。まあまあそうですね、恥ずかしいですけど、そうですね、まあ、そんな、はい、僕にはそういうカッコつけてる余裕ないですけど、はい、頑張って生きてますよ、それは、はい、はい、そうです。もう、まあ、もうこれもね、意味のあるこう時間ですからね、これもね、なんかこういう今回の事件も、いい経験でした、
いやもう本当に僕なんてなかなかそんなバイクのこと詳しくないですし、こだわりっていうのはもう本当に自分の中の自己満だけなんで、はい、なんかうーん楽しければいいのかなって思いますね。はい、いや本当に自由ですよね。あの車もバイクももちろん自転車もそうですし、まあ、ファッションも自由ですし、はい、なんかもうアメカジじゃないと乗れないとかそういうハーレーとか全然関係ないと思いますし、自由だと思いますね。ファッションの一部として、僕は、はい、あの所有してるつもりなんで、はい、やっぱりこう煙たがられるのかなって僕もこうバイクでこううるさいバイクじゃないですか、こうブーンとこう出勤通勤で出勤してそこにバンと止めてやるんですけど、まあその分街をこうきれいにするよりこうだから自分たちが、まあ、そういう何て言うんでしょう、煙たがられる存在、まあ、そういう意味でのマイノリティというかそういうものはちゃんと、認識してなるべくこう人様に迷惑をかけない、その法律を守る守らない、まあもちろんそれは大前提にあるんですけど、あの人様に迷惑をかけないっていうのがあの、はい、大前提なのかなって思いますね。はい、prenden los motores que nos vamos. Acá todos los días son de verano. De lunes a lunes no paramos. Aquí todos los santos somos sanos. Prendan los motores que nos vamos. Aquí todos los días son de verano. De lunes a lunes nunca paramos, yeah. Ya está saliendo el sol, ven y préndete. Esto es fácil, no me llames si tú andas con Lucy. Estamos en Miami, en un yate. Un corito sano, no le pare. Yeah, yeah. El Lovin, ya tú sabes quién es, junto con Tommy. El único aquí directamente desde el estado debajo del sol. Tenemos la sangre caliente.